こんにちは、テクセ動画です。今回ですね、カッティングミュートをあまり使わないパターンっていうのをちょっと入れています。おそらくその音を止め慣れてない人はカッティングミュートが頻繁に出てくるパターンって結構難しいと思うんですね。ですので音を止めずに鳴らしっぱなしのストロークで弾けるフレーズっていうのをちょっと紹介してますね。こんな感じです。解説していきます。最初なんですけれども、2、3、4弦はずっと開放です。1弦だけをこう動いていきます。できれば薬指で押さえてください。これ C で慣れてる形だと思うんですけども、その練習も兼ねてってことでいいかなと思います。で、という形で1音あるいは半音下がっていく、メロディーというかフレーズになってます。最初の拍以外は全部裏で、もう一回やりますね。この時はちょっと難しいかもしれないですけども、です。2弦の5フレットと1弦の7フレット。その次は指を逆にして、これを、4弦と3弦の開放を交えながら弾くという感じですね。最初のチャチャの後は1弦と2弦、人差し指と薬指は浮かして弦を押さえ、触れてるだけにして、1弦2弦は空ピック、4弦3弦は弦を弾く。ですね。連続してやると、ここまで。ここのとこちょっと見てもらうと、後半は F です。ここに、中指2フレット、薬指3フレットで音を上げていきます。でもう一回戻る。もう一回次が、最初のフレーズのこのモチーフと同じイメージのこうアクセントの部分なんですけども、2弦の2フレット人差し指、1弦の3フレット中指、互い違いにして、ここも右手のストロークはずっと8ビートで変えずに、左手の押すパターンとからピック&3弦4弦鳴らすという感じですかね。ベースが鳴り続けてるっていうのが肝になると思います。これで1周です。